はい、こんにちは。今日はね、こちらです。はい。郵便が届きました。これは追加でね、輸入をしたアマゾンの、アメリカですね。アメリカ版のアマゾンで、追加で輸入をしましたポケモンカード。こちらのね、第1便が届きましたので、今日はご紹介しますと言いたいところだったんですが、ちょっと届いてね、びっくりの結果になってしまったので、今日はね、ちょっと反省も含めてご紹介をしたいと思います。まず今回届いたものは、こちらです。はい。新しい拡張パック、XY Steam Siege。日本版だとあれか、爆熱の闘士と冷酷の反逆者のね、と類似するカードが入ってるパックなんですけど、これが1パック 4.54 ドル。で、日本にね、発送できるところが Amazon から直接、代替発送の会社とかね、通さないで Amazon から直接買えるところが1箇所しか、この 4.54 ドルの1箇所しかなくて、ちょっと送料が高いんですけど、送料が 39.99 ドルもするんですよ。なんで約4000ちょい、4200とかぐらいですかね。商品自体が、400、500ぐらい、480、500ぐらい、1パック500なのに対して送料が4000超えるぐらいかかっちゃうので、さすがにね、ちょっと高いな、もったいないなと思ったんですけど、まあ、20枚ぐらい、20パックぐらいね、1ボックス分ぐらい買えば、まあ送料がね、こんだけ高くっても、1パックずつに割れば、そんなに高くないからいいかなと思って、購入をしたつもりだったんですが、何かちょっと手違いなのか、1パックしか、1人1パックしかね、買えない制限があったのか、ちょっとわからなかったんですが、ちょっと間違えちゃって、このような形で、1パックだけね、購入するという、大きなミスを犯してしまいました。なので、マジで言ってたその4ドル、この 4.54 ドルのこの1パックに対して39.99ドルの送料がかかってる。なので要はこの1パックで 44.53 ドル。なんでこれ1パックで約4600、700円ぐらいかかってるっていうことになるのかな。っていうことでちょっとね、大きなミスを犯してしまいました。1パック4700円近く使っちゃったっていうのと、欲しかったのに買えなかった。そしてね、20パックぐらい買って開封をやろうと思ってたのに、ちょっと、ミスっちゃって、どうしようという感じです。なので、とりあえず、ちょっとね、大幅にね、お金を使っちゃって、ってるのね、ここで1パックに4700円近くってことで大幅にお金を使ってしまってるので、ちょっと追加で買うのはなかなか厳しいかなと思っております。とりあえずね、またね、今度こちらも開封して紹介はしたいと思いますが、とりあえずね、失敗して購入しちゃったよっていうのと、前回ね、20パックね、購入しましたっていうのを紹介していたので、一応ご報告までに紹介を、一パックしかね、買えなかったっていう、買わなかったっていうのを紹介しました。皆さんもね、海外からの輸入でなくても、日本で購入するときもね、個数間違えたりとか、商品のね、内容をね、しっかり確認しないでね、購入決定ボタンを押しちゃうと、このような形で間違った商品が来たり、高い商品を買ってしまったりすることがあるので、気をつけましょう。ということで、まあ今回はね、いい勉強になったかなということで、まあ、とりあえず1パックを4700円で買っちゃったよっていうお話でございました。やらかしました。ご視聴ありがとうございました。